マーキュリーアトラス2号は、1961年2月21日14時10分、クにフロリダ州ケープカナベラルの14番複合発射施設から発射された。この飛行の目的は、第一に宇宙船が臨海温度での発射中止の状況で、大気検査突入に耐えられるか、第二にアトラスロケットが適切な軌道投入を行う。 能力を持っているのかということへの懸念に対するものであった。ロケットの製造元であるコンベア社は以後の飛行ではより厚い外反を持ったアトラス機を送ると約束していたが、この飛行で使用された 67D 型ミサイルは薄い外反を使った最後のモデルであったため、マーキュリーの飛行で使用するには改良を施す必要があった。そのため同社は、 機体の502と510と呼ばれる部分の間にステンレス製の強化バンドを巻いて補強していた。また強化バンドとタンクの外壁の間には薄いアスベストのシートが挟まれていた。これらの改良は前回のマーキュリーアトラス1号のような失敗を予防するために行われた。また飛行軌道も MA-1 からは若干変更され空気抵抗を和らげるべく。 よりなだらかなものにされていた。アトラスロケットは、曇って、霧の立ち込めた天候だった。MA-1 の飛行の時とは全く異なり、2月の晴れ渡った争点の中を上昇していった。機体がマックス9を無事に通過した瞬間、指令室で固唾を飲んで見守っていたスタッフからは、大歓声が湧き起こった。MA-2 は17分56秒で成功率に、 弾道軌道を飛行し、任務を終えた。最高高度は 183km、最大速度は時速 21287km、最大加速度は 15.9g で、機体の重量は 1154kg だった。試験の目的は全て達成されたが、タンク内の燃料の溶動がわずかに問題として残された。 宇宙船は発射場から 2305km 離れた洋上で回収された。マーキュリーアトラス2号で使用された機体は宇宙船が6号機、アトラスロケットが 67D5 機だった。宇宙船は現在はテキサス州ヒューストンのヒューストン自然科学博物館に展示されている。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である。 アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。